フランス、オランダの後半の修正ポイントっていうか、まとめとくと、エンバペが外張ったら中ラビオとかテオで、エンバペが中入ったら外テオ取ったりとかラビオ流れる時もあるみたいな、そのエンバペが中央左気分屋に動くところ、それでいいじゃんエースだしいっぱいボール触ってほしいから、その構造でやった出たのが、ティラムだとあんま外流れないし、フランスはその左大外どう取るかみたいなところが固まってなくて、 手を低い位置下がるから、組んでもなく入れない。結果、後ろ広がったフォーバックでビルドアップして、前の選手にパスつけれる角度が厳しかったりなかったりするんだよね。だから前線の個人技だの身み,みたいになっちゃってる。それが、フランスが機能しない。まあそういう点ではフリンポン置いたから、もしかしたら手を選んなんですが、高い位置取って裏取られるのも嫌っていうのがあったかもしれないぐらい。で、オランダは、フリンポンがもう、 自分と逆サイドにボールあるときも絞んないでずっと手を4に合わせてついてけいと。もう大外取られるんなと。で、内側にダンフリース絞ったら、守備のときファイバックみたいになるからって感じなんだけど、そのダンフリースの立ち位置が結構、フォーバックの意識があるせいか広がりすぎてたり、やっぱ初期配置はフォーバックじゃん。で、そっから守備のときフリンポン下がったらファイバックなんだけど、手をが上がって来ない分フリンポンも下がんないから、フォーバック状態が多いのよ。 右ウィングのフリンポン下がって、右サイドバックのダンフリース絞ってで5バックになる予定が。思ったよりテオエルナンデス下がってこないだから5バックにならない。でも、相手の攻撃力が高いじゃん。結果、デフライとダンフリースが4バックで守備すること多くなる。つまり、普段やってない形を相手強い状態で強いられてるんですよね。なお、ランダが守備ちょっときつくなる瞬間多くて失点しなくてよかったりと。で、攻撃に関しては、前は右ウィングの フリンポのところに、チャビシモンズ入ってたから、中入ってきて、ダンフリースもウィングバックの立ち位置取って、あの、325みたいになってたんだけど、このダンフリースが上がりたいところにフリンポンもサイドアタッカーだがずっといると。なんで、結果、424みたいになって、一発目の攻撃だけちょっとパスカットインっぽくなってうまくいったんだけど、それ以降は同じ現象当然出ないから、たまたまうまくいっただけだから。なんでオランダの攻撃も、前線が、まあ、フォーバックにそのままマークつかれたり、 カンテとかチュアメリとかラビオに挟み込まれる形になるからうまくいかない。なんで、両チームとも、あの、フランスはまあエンバペ不在が、まあ、その能力面だけじゃなくて戦術面に響いてて、オランダはフランス対策が、裏目というか、裏目まで言うと可哀想なんだけど、思った通りにならなかったって感じかな。 思ってた現象が、それほど起きないから、メリットよりもデメリットの方がいっぱい見えてるって感じですね。あー終わっちゃった。なんか、もっと見たくなったな、ヘルトライダーのあれでな。まあでも両チームともね、突破にはこの感じでいいかな、みたいな。3戦目もあるし、みたいな感じの終わり方ですね。いやー、万全の状態で見たかったなーこれ、エンバピータらねえ。ま、だエンバピータらちょっとデフライダーンフリンスそこ、メアも当てらんなかった可能性あるな。 いや、楽しみですね、今後か。ウパメカの方がなんかもう敗退したみたいな顔してたね。あ、一瞬この大会の残酷さみたいに語りそうになったもんな、こっち。ウパメカの表情で。でいいよね、もう。グループリーグ引き分けぐらいであの表情できる選手、信用できるもんな。楽しかったな。楽しくはないか。いや、でも楽しかったか。まあでも、イングランドとかがハードル下げてくれてるおかげでな、喋り所があるから楽しいね。